Active Shin Channel, which introduces delicious gourmet food to spectacular scenery while driving through Hokkaido. Today's Travel Gourmet Hokkaido features Asahiyama Gourmet Ginger Ramen and Asahiyama Zoo.こんにちは、Active Shin Channelのシンです。本日の旅グルメ北海道は、旭川グルメ、旭川市民がぜひ食べてほしいとおすすめするラーメン、生姜ラーメン水野さんのご紹介です。水野さんは、旭川に住んでいた頃によく食べていたラーメンです。旭川のロータリーの近くにあります。近くのコインパーキングに駐車して旭橋の方に向かって歩いて3分ほどで看板が見えてきました。外に並んでいますね。今日は日曜日だからね、間違いなく混みますね。店内と外で6人待ちの状況です。お店は決して広くはありません。入ってすぐに壁一面に色紙で埋め尽くされています。老夫婦2人でお店を切り盛りしている。時間はかかりますが、常に満席で賑わっています。メニューはシンプルに醤油に味噌に塩、そして看板の生姜ラーメンです。注文は生姜ラーメンに生卵を落とした月見生姜ラーメン大盛りにしました。お腹が減ってます。入り口すぐのテーブル席で狭いです。早速いただきましょう。麺は細麺で、具材は焼き豚は3枚、ネギに細切りメンマがたっぷりと入っています。低加水のコシのある麺で、これぞ旭川に帰ってきたって感じがします。めちゃくちゃ美味しい。あっさり醤油味で生姜のパンチが効いてる。数ある旭川ラーメンの中でも異彩を放っている。焼き豚は小さめですが濃いめの味付けになっています。焼き豚を口に運んでからの麺をすするくん、うまい。生姜で体がポカポカしてくる。箸が止まらず、どんどん麺が吸い込まれる。おそらく豚骨ベースの魚介系スープかな。スープは生姜がたっぷり入っているから、生姜の風味がガツンときます。間違いなくうまい。長く旭川市民に愛されている人気のお店だと納得できます。次回は焼き豚月見生姜ラーメンを食べたい。今日は焼き豚は完売だった。麺は大盛りで正解だな。本日の儀式、生卵、潰しのぎ、麺に絡めてからのすするくん。めちゃくちゃまろやかになる。ごちそうさまでした。完食でございます。旭川にお越しの際は、ぜひ、水野の生姜ラーメンをご賞味ください。白熊の赤ちゃん、かわいいですね。2021年12月生まれで、名前を公募中です。おもちゃでめちゃくちゃ遊んでる。活発に動いていますね。じっとしていない。水に飛び込んでめちゃくちゃやんちゃです。走り回っている。ガラス越しの人間に興味があるのかな。めちゃくちゃ可愛い。泳いでる。空飛ぶペンギン。アザラシの水中トンネル。外からのアザラシ館のプール。オランウータンが東京オリンピックのボルダリングに出たら金メダル間違いない。ヒグマ館がリニューアルオープン。カバの子供は母親と変わらない大きさになっていた。北海道をドライブしながら美味しいグルメを紹介しています。楽しんでいただけたらチャンネル登録をよろしくお願いします。